大江健三郎、大江健三郎、大江健三郎、1935年1月31日体は、日本の小説家。愛媛県北郡内子町、旧大瀬村出身。東京大学文学部フランス文学科卒。大学在学中の1958年、飼育により当時最年少の23歳で、芥川賞を受賞。 サルトルの実存主義の影響を受けた作家として登場し、戦後日本の閉塞感と恐怖をグロテスクな性のイメージを用いて描き、石原慎太郎、海光剣と共に第三の新人の後を受ける新世代の作家とめれる。その後、豊富な外国文学の読書経験などにより独特の文体を練り上げていき、核や国家主義などの人類的な問題と、故郷である四国の森や、 知的障害者である長男、作曲家の大江光との交流とった自身の個人的な体験、さらに豊富な読書から得た様々な経験や思想を観骨だったりして織り込み、それらを多重的に服装させた世界観を作り上げた。作品の根幹にまで関わる先人たちのテクストの援用限定的な舞台において広く人類的な問題群を施行するなどの手法も、 大きな特徴として挙げられる。1994年、日本文学史上において二人目のノーベル文学賞受賞者となった。主な長編作品に、目むしりコーチ、個人的な体験、万延元年のフットボール、洪水は我が魂に及び、同時代ゲーム、新しい人よ目覚めよ、懐かしい年への手紙など。1995年に、燃え上がる。 緑の奇三部作完結。これをもって、最後の小説執筆としていたが、親友の竹光徹への長辞で発言を撤回し、執筆を再開。以降の中外離から、取り替え子、チェンジリングに始まる、おかしな二人組、スードカップル三部作などの作品は自ら、後期の仕事、レートワークと位置づけている。また、戦後民主主義の支持者として、社会参加の意識が強く、 国内外における問題や事件への発言を積極的に行っているが、その独特の視座における発言が議論を呼ぶこともある。身長172センチ。2002年アメリカ芸術科学アカデミー外国人会員選出。1935年1月31日、愛媛県北郡大瀬村、源内湖町に生まれる。両親、兄二人、姉二人。 弟一人、妹一人の九人家族であった。大瀬村は森に囲まれた谷間の村で、後の大江の文学世界の形成に大きく関わることになる。1941年、大瀬小学校入学。この年に太平洋戦争が始まり、5年生の夏まで続いた。1947年、大瀬中学校入学。この年新憲法が施行され、 戦後民主主義に立脚した自身の思想を形成する上で多大な影響を受けた。1950年、愛媛県立内子高等学校に入学するも、いじめを原因に翌年愛媛県立松山東高等学校へ編入。この時のいじめの体験は後に、目むしり小打ちで題材とされている。高校時代は、石川敦氏小林秀夫、渡辺和夫、 花田清輝などを愛読。東高では、文芸部に所属し武士、手の平上を編集、自身の詩や評論を掲載した。東高在学中、同級生だった、伊丹十三と進行を結ぶ。1953年に上京、予備校に通った後、翌1954年、東京大学教養学部門下二類、現在の門下 E 類に入学。 学生演劇の脚本として、天の嘆き、夏の休暇を、執筆、教養学部学友会機関誌に、火山を掲載し、銀南並木賞受賞。この頃、パスカル、カミュ、ホークナー、ノーマン・メイラー、安倍工房などを、愛読、とりわけサルトルに関心を抱く。1955年、文芸全国学生小説コンクールに、優しい人たちで加作。 この時の仮作第一席は、岡松和夫。1956年、文学部フランス文学科に進み、かねてから愛読していた渡辺和夫に指示、この頃よりサルトルを原書で読み始める。学生演劇の脚本、死人に口なしを執筆、また儀曲、獣たちの声、奇妙な仕事の原案で、創作儀曲コンクールに当選。同年10月、 立川基地拡張反対のデモに参加した。1957年5月最初受賞作として、小説奇妙な仕事が東京大学新聞に掲載され、毎日新聞で平野健の劇賞を受ける。これを契機として、同年文学界に死者のおごりを発表し、学生作家としてデビュー。他人の足、石膏のマスク、偽証の時を次々に発表。 死者のおごりは、第38回、芥川賞候補となり、川端康成や井上康船橋誠一の推薦を受けるが、この回は、海港県の裸の王様が受賞した。デビュー時より、サルトルの実存主義からの影響を強く受けた、作家とされたが、この死者のおごりについて、江藤敦氏は、実存主義を体よく表現した小説というよりも、 安岡翔太郎や川端康成などの序章家の敬意に、連なる作品ではないかと分析している。デビューの、翌1958年、自身初の長編小説、メムシリコウチを発表。同年、シ育クで、第39回、芥川賞を23歳で受賞。1956年の石原慎太郎に続いて、当時最年少体での受賞となった。 先行委員の川端康成は、芥川龍之介と大江健三郎では、時代も、歳出も作風も違うが、二十三、四の学生が異常な題材を小説に仕上げた点を芥川と似通ったものと解釈し、芥川龍之介の名前を冠した章に加えたいと思ったとした。一方、船橋誠一は、 前回の芥川賞の選考に意義を唱える立場から、飼育よりも、死者のおごりにこそ賞を出したかったという選票を追っている。また、同1958年に、石原慎太郎、江藤厚谷川俊太郎、寺山修司、浅利慶太、A. 六助、真由澄敏夫、福田義行ら若手文化人らと、若い日本の会を結成し、60年安保に反対。 1959年、東大卒業。卒業論文は、サルトルの小説におけるイメージについて、同年、書き下ろし長編、我らの時代観光。この作品から青年であることへの鬱屈と、虚無感、グロデスクに閉塞したセクシュアリティを、主題の一環として全面に押し出すようになり、通列な批判を受けたものの、この作品によって第一の作風転換を遂げる。同年に、 武光通ると知り合う。1960年、伊丹ゆかり、伊丹十三の妹と結婚。1961年、政治と性を主題とした作品、セブンティーンを文学界1月号に、続編、政治少年シス、セブンティーン第二部を、翌月号に発表。浅沼稲次郎暗殺事件に触発され、犯人の山口ニアを、モデル人物として、 正に短歴し、政治に倒水する、右翼少年、文庫本裏の郊外よりを描くが、風流無端事件と同様にこの作品をめぐ、文芸春秋等に、右翼団体から脅迫が行われた。このため、政治少年シスはその後の単行本に、収められていない。ただし、大江健三郎全作品一書集の、自筆年譜によれば、本作が、 現在までの短編集に再録されていないのは、作家自身の意思によるものではないとしており、大江健三郎全作品3に、セブンティーンと合わせて収録された。1963年、長男の光が頭蓋骨以上のため知的障害を持って誕生。重い、障害を持つ子の誕生は、戦後社会に希望を持てない青年と、その社会に対する、 絶望的な反抗や図相を独自に描いてきた作家、とって精神的な転機をもたらした。1964年、光の誕生を受けての疑似詞小説的作品、個人的な体験で第11回新聴者文学賞受賞。知的障害を持って生まれた子供の死を願う父親、鳥、バードが様々な精神変歴の末、想像力によって現実に向き直るに至るまでを、 描いた作品であり、もともとサルトルによって、その意識を深められた、想像力の概念は、これ以降の応援にとって、非常に大きな主題、手法の一つとなった。ただしこの作品のプロットについては、ジョン・アップ・ダイク、走れウサギ、1960年との類似、ないし本家取りの可能性を指摘する声もある。同年、広島に何度も訪れた体験や世界、 原水爆禁止大会に参加した体験をもとに、ルポルタージュ、広島ノートの連載を開始。これ以降の応援は、障害を持つ子供を中心とした個人的な体験と、広島、長崎の被爆や戦争という人類固有の悲劇等を対応させ、自身の主題として深めていく。1967年、30代最初の長編として、万円元年のフットボールを、 発表、最年少、2015年現在破られていないで、第3回、谷崎純一郎賞を受賞。万縁元年、1860年に四国の村で起こった一揆と、100年後の安保闘争等を重ね合わせ、閉鎖的状況における革命的犯行を描き、大きな反響を呼んだ。この頃前後から70年代の作品で顕著になる。 大江独特の文体は、格や注釈、就職、非就職の対応関係などが混濁するためしばしば難解で悪文であるとも言われるが、近代の標準的な日本語である東京方言に対抗し得る三分子的な言語として、ノーベル文学賞に選出された際の受賞理由として挙げられている。ただしその後大江は作品に合わせて文体を適宜調する書き方も言っている。今日では、 大江の代表作、最高傑作などと名高い作品ではあるが、かつて大江を評価していた江藤敦氏は厳しく批判し、以後は長い対立関係が形成された。日本社会と地続きの異常な小世界群を描き出した短編集、我らの狂気を生き延びる道を教えよ、1969年を経て、1971年に発表された中編。 自ら我が涙を拭いたまう日、ガツのムーンマンでは、前年の三島事件を受けて、現行の天皇観を批判的に問い直すことを主題とし、関東の短文に、三島への揶揄的な記述も見られる、その後のカタストルフ的なビジョンを援用した、洪水は我が魂に及び、1973年、野間文芸賞受賞、ピンチランナー長所、1976年では、 天皇制や核の問題を考えつつ、リアリズムを超越した世界観を描き始める。ここで、大江の後期のテーマである、魂の問題、祈り許しといった宗教的な問題に深く接近していき、さらなる転換を遂げる。40代から山口正浦の文化人類学の影響を受け、1979年に発表された同時代ゲームにおいて、 村イコール国会コール宇宙の歴史を書く、主人公の物語を描いたが、文芸評論家からは名声を確立した後のおごりのようなものとして批判を受けた。ただし、大江自身は宇宙の創建者である壊す人や魂の問題を取り上げたものとして、自身の作品の中でも重要なものと位置づけている。1982年、連作集、雨の木、レインツリーを聞く。 女たちを発表、翌年に第34回読売文学賞受賞。なお、竹光徹は、この連作集の第1作、頭のいい、雨の木に触発された、雨の木、レンツリーを作曲した。連作第2作、雨の木を聴く、女たちは、この曲の主演を受けて執筆されており、小説中に、コンサートの場面が出てくる。1983年の、 新しい人よ目覚めよでは、ブレイクの詩を引用し、ブレイクのテクストや、それにまつわる研究を繰り返し読むことで導かれた思考を、大江自身の子供の言葉と重ね合わせつつ、性質な筆致で、詩小説的に私生活を描き、第十回、おさらぎ次郎賞受賞。百八十五年には、連合赤軍事件を思想的に総括したカバにまれる、年には、 同時代ゲームの世界観を現実世界と称号させ、試みとして、M、T と森の不思議の物語、1987年には、ダンテの新曲を下敷きにして、自身の反省、思想の変歴、主題の変遷などを助持的に描いた、懐かしい年への手紙を発表、自身の作風の総括的な仕事を連続して行った。1989年の人生の親戚では、 長編で初めて女性を主人公とし子供を失った女性の悲劇と再起までを描いて第1回伊藤聖文学賞を受賞した。1989から1990年に発表された連作治療等及び続編の治療等惑星では抗義の SF の枠組みとイエツの死、既存の死下の引用に大きな手法上の役割を持たせるのも 後期作品の特徴の一つ借りながら、書くと人類救済の主題を描いている。1993年9月より、慎重において、自身最長の三部作、燃え上がる、緑の木の連載を開始。連載中の1994年10月13日に、私的な力によって創造的な世界を作り出した。その世界では、生命と神話が凝縮されて、 現代の人間の窮状を描く摩訶不思議な情景が形作られている。Who is Poetic Force Greats and Imagined World?Where Life and Miss?Condense to Home A.Disconcerting Picture of the Human Predicament Today. という理由で、ノーベル文学賞を受賞。川端康成以来26年ぶり、日本人では2人目の受賞者となる。12月7日に、ストックホルムで行われた、 晩餐会での貴重講演は、川端の美しい日本の私をもじった、曖昧な日本の私というものであった。ここで、大江は、川端の言う、美しいという概念は、バーグ、曖昧、ぼんやりしたで、実態が定かではない神秘主義に過ぎないとし、自分としては日本を、アンビギュアス、曖昧、領義的な国として捉えると述べ、全近代日本と近代西洋に引き裂かれた国、 としての日本を語った。11月より燃え上がる緑の期間公開し、四国の村を舞台とした救い主による現象の復活、教会の救い主一派への攻撃、村民と教会の激しい対立といった筋立ての中に、アウグスティヌスやイエッツを引いての考察で、魂の救済の主題を突き詰めつつ、それまでの前次作の集大成を行った。1995年1月、 1994年度朝日賞受賞。1995年に当初自身の最後の小説としていた燃え上がる緑の木が完結したが、1996年に親友の竹光徹の告別式の長辞において新作を捧げる発言をし、1999年の宙返りで執筆活動を再開した。テロを防ぐために卑怯した教争。 師匠、パトロンによる波乱と殺人の中での教団の再建を描いており、三人称の語りを導入するなど様々な意味での転換作となった。以降の創作活動は、大江自身が後期の仕事、レートワークと形容している。伊丹十三の死を受けて書かれた、取り替子、2000年、憂顔の同時、2002年、さようなら、私の本よ。2005年は、すべてに、 スーードカップル、おかしな二人組が通する三部作となっている。三部作最後の、さようなら、私の本よ。では、三島幸夫と戦後の問題を、自身の人生と重ね合わせ、デビュー作の、奇妙な仕事に回帰するという複雑な構成をとった。三部作を挟んで2002年には、自身の唯一のファンタジーとして、児童向けに200年の子供を発表している。 その後2007年には、お蔵入りとなった映画を再度作り上げようと奮起する、お菓子老人たちのお威楽の冒険誕、老太子、アナベルリー,ソーケダチ・ちミマカリツ、ラフタシーが、新庁舎、2009年には、新編の教授の中で、父の水死を描こうとする作家の巻き込まれた騒ぎを、バエティに飛んだ語り口で描く、水死が、講談社よりそれぞれ発売された。 燃え上がる、緑の木の後日談的総括とも言える、宙返り以外の後期の仕事は、すべてが自身を重ね合わせた小説家、長考古技人をめぐる虚実入り乱れた物語であり、自身をめぐる物語に、虚構の騒動を交えて、自身の思考を語り直す、という手法が踏襲されている。この形式には、大江自身も自覚的であり、水死の作中にも、老作家の愛も変わらぬ。 自己模倣などといった、東海のような表現がある。また、全編にわたって先行する文学、芸術などからの豊章な引用に加えて、過去の自作の引用、際は、寛骨だった再構築が行われている。創作以外の活動としては、2006年に、大江健三郎賞が設立されるにあたり、時代の若き作家を商用する動きを見せている。戦後民主主義者を辞任し、 国家主義、特に日本における天皇制には一貫して批判的な立場を取っている。また、語権の立場から核兵器や憲法第9条についてもエッセイや講演で積極的に言及しおり、自衛隊の存在に対しても否定的である。1994年のノーベル賞記念講演の際にはデンマークの文法学者クリストフ・ニーロップの 戦争に抗議しない人間は共謀者であるという言葉を引き抗議することという概念に言及した。また芸術院会員となったり文化勲章を受けたりする文学者の姿勢には批判的であり、ノーベル文学賞は世界的な権威を持つノーベル財団から贈られたもであるがスウェーデン国民から贈られたと言えるものと賞を喜んで受けたが、その直後に天皇からの親珠式を伴う 文化勲章と文化功労者のセット授与が決定した際には、私は戦後民主主義者であり、民主主義に勝る権威と価値観を認めないとして受賞を拒否した。ちなみに、スウェーデン王室から授与される勲章は、セラフィム勲章、野犬勲章等があり、前述のように、ノーベル賞は学術賞であって、国家勲章ではない。しかし、フランス政府から2002年に授与された。 レジオンドヌール勲章は拒否せず受け取るなど、ノーベル文学賞もレジオンドヌール勲章などを辞退した哲学者のサルトルとは異なる面も見られる。2003年の自衛隊イラク派遣の際は、イラクへは純粋な人道的援助を提供するに、とどめるべきだとし、戦後半世紀余りの中でも、日本がこれほど米国追従の姿勢を示したことはないと怒り、表明した。2004年には、 憲法9条の戦争放棄の理念を守ることを目的として、加藤修一、鶴見俊介らと共に9条の会を結成し、全国各地で講演会を開いている。東アジア外交については、2006年に中国社会科学院外国文学研究所の招きで訪中し、南京大脚卒記念館などに訪れた。北京大学附属中学校で行われた講演では、 小泉純一郎首相の靖国神社参拝に触れて、日本と日本の若い世代の将来を最大限に損ねるものだと述べた。2012年9月28日には、領土問題の悪循環を止めようと題する声明を、元長崎市長本島等、元世界編集長の岡本厚氏ら進歩派の知識人、文化人ら1300人と共同で発表。尖閣諸島も竹島も過去に、 日本が侵略したものだという立場を示した。尖閣諸島に領土問題は存在しないとする日本政府の立場を批判する一方で、台湾の場永久相当の対話提案を高く評価している。2005年8月に梅沢博士と赤松義光の遺族が名誉毀損で賠償、出版差し止めを求める裁判を起こした。大谷が1970年の著書。 沖縄ノートにて、赤松義美自力軍隊員について、渡嘉式島民の集団自決を強要したと断定した、上、多くの誹謗中傷を書いたと訴えられたものである。しかし、大江は、沖縄ノートには2社の名前はないこと、これは、原告も認めている、罪の許可という表現で、沖縄戦での日本政府、軍の責任を批判したものであり、名誉毀損ではないと反論している。 また執筆のソースとなったのは、沖縄タイムス社の鉄の暴風であり、執筆当時として信頼にあたるものだし、本人も体験者の話を聞いた上で書いたと述べている。2008年3月、大阪地裁は、大江の記述は、真実と信じる十分な理由があり、名誉毀損は成立しないとして、原告の請求を帰却。2008年10月、大阪高裁は、 コースを棄却。2011年4月、最高裁は上告を棄却。遺族らの敗訴が確定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。